皆さんおはようございます。マジで目が赤くてやばいんですけど、本日ミキミニに会えるんですね。先に言うと、結論的に言うと。でもそれまでが壮絶すぎて、まあ、10時にミキミニの、パレードが始まるんですよね。で、昨日東京で先輩の結婚式の二次会がありまして、で友達と楽しすぎて朝8時まで乾杯で、そっから新幹線に乗って、もうそれもギリギリですよ。もうこれ逃したらミキミニに会えないぐらいの勢いの時間に乗って、で急いで買ったもんだから自由席買ったら指定席しかない席で、自由席購入後全指定席の新幹線に乗ってます。ずっと1時間半立ちっぱなしみたいな。ほんで今9時50分なんですよね、仙台駅で。10時から10時半にミキミニが来るらしいんですよ。早いって、朝起きんのミキミニ早いって。ほんまにミキミニのためにここまでしてるの私だけだと思う。こんなオールで目バキバキすぎてやだ。こんな美女でミッキーとミニーに会いたくない。綺麗に塗らないでくれ。結構人が多めなんではないでしょうか。なんかパーク向かってる途中みたい。遅れててなんなんですけど、今回にあたってね、本当本意気で行こうと思って、私もディズニー男でしたから、ディズニーの年間パスポート持ってたら、まあ大体何回も行ってるし、まあ、どこの位置が一番なんかミッキーがよく見れるとかあるじゃないですか。でもこの仙台のこのパレード28年ぶりらしいんですよ。私が生まれた年にあって28年ぶりで、いや どこがベスポジー、わからん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 っていう感じなので、ちょっとどうしたらいいのことやらという感じなんですけども、すごい人。うわ、これもうちょっと早くから来ればよかったな。すごい人。で見れる。
子供たちに夢を与えてて素晴らしい、めちゃめちゃ子供たちに夢を与えて素晴らしいな、元気もらえた